何もない部屋へようこそ。皆さんおはようございます。時丸です。お元気でしょうか。今日ね、7月19日、20日、土曜日です。うまくいけば、20日、今日、この放送してます。はい。で、今日ね、朝から、ニュースレターね、週に1回配信してるニュースレター配信しました。で、テーマがね、豊穣期です。はい。結構ミニマリズムっていうか、ミニマリストな人たちは、豊穣期のことを結構知ってる方が多いんじゃないでしょうか。鴨野長明が書いた豊穣期なんですけど、結構ね、酷似してて、このホワイトボックスの環境に、自分の生活にもかなり似てて、改めて読み直してみたらね、なんか豊穣期を今現代的にやってるっていうか、鴨野長明の生まれ変わりなんじゃないかなっていうか、田中の長明なのかなって思ってます。はい、今日のテーマは、捨てたら起こる5つの変化っていうことで話していきたいと思います。まあ、ちょっとね、順序立ててね、話していきます。捨てたら何が起こるのか。何もなくなって困るのか。困ることもあるんだけども、今日はどちらかといえば、メリットの方を5つ紹介していきます。はい、まず1つ目。ストレスが減る。はい、これ何度も話してます。ストレスが減ります。まずその理由としては、視覚的な情報がまずなくなるからですね。捨てることによって視覚情報が全くなくなるので、かなり解放感得られます。それでストレスがなくなります。もう一つは、物が少なくなることによって、物の管理の手間とか管理のストレスから解放されます。物ってね、やっぱりこう使ってたら壊れたりとか、破損したりとか、同じことだけど。まあそういうふうに、なんかね、不具合が起きたりしますよね。そうなるたびに修理をしてとか、メーカーに一回送り直して、で、もう一回戻してもらってみたいな、そういうことが発生します。もちろんね、自分で直したりとか、そういうことを楽しむこともできるんだけど、基本的に物を持ってると、その管理する手間がかかっていく。そういうのが大きなストレスになっていきます。で、もう一つの、その、側面で言うと、やっぱりその、多分捨てた経験がある方はわかると思うんですけど、捨てるとスッキリしますよね。もうなんかとにかく物を、自分の部屋から追い出してなくすってこと自体が一つのストレス解消になると思います。ただね、それは結構行き過ぎると危なくて、それがこう快感だからって言って捨てていると、まあ、こんな感じになるんで、そこは十分注意しながらバランスを見てやってください。はい、じゃあ捨てたら起こる5つの変化のうちの2つ目、お金が貯まるってことです。はい、お金が貯まります。はい。これもね、もうよく言われていることですよね。はい。で、まず、なぜそのお金が貯まるのかっていうと、まずね、売ってお金が貯まります。物をね、捨てるときに、あらゆるものを処分するときに、それをね、ただ単に捨てるだけじゃなくて、売却っていう形で売るってこと。そうすると、もう部屋の中にあるものだけで、かなりの額になります。ちっちゃくてもね、一つ一つは小さくても、積み重ねていくとかなり大きな額になるので、例えばむちゃくちゃ部屋に物があってもうどうしようみたいに悩んでる人は、それがもうすべてお金になるんだって考えてください。それを全部もう手放していけば、それだけである程度の金額ができるので、それからまた何かを始めるってことができます。なのでまず実際的に売ることが、物を減らす過程で売ることがお金になるってこと。で、もう一つの理由としては、欲しいものが明確になるってことです。物を減るってことは、自分の物を選別しなければなりません。かなり激戦しなければなりません。そうなる中で、どれが必要で、どれが必要じゃないかってことを必ずね、自分の中で、それも人それぞれ違います。それをこう見極めていく中で、数が減っていくので、そうなると、買わなくなるんですよね、物をね。で、自分の欲しいものが明確になれば、もうごちゃごちゃ迷っていろいろ買うってことがなくなります。そうなると、一つの、買い物に集中できるので、アイテムに集中できるんで、その分出費が減ります。そういう意味で結果的にお金が増えます。はい。あとね、もう一つね、お金が貯まる側面で言うと、物を処分していって部屋がスッキリすると、行動に移せます。自分がポジティブにっていうか、自発的に行動ができるようになってきます。はい。これ不思議なんですけど、まあ僕もね、過去に、やっぱりこう、捨て始めた時っていうのは、まあその捨てることでやっぱり忙しいんですけども、だんだんその捨てるコツが分かっていくと、そのすんなりね、判断して、パパパパってこう、行動ができるようになってくる。
一つ一つの判断っていうのは、捨てるか捨てないかの判断っていうのは、何か自分が行動する時のトレーニングになるんですよね。やっぱりその選択の連続なので、生きるっていうことは、朝起きて何を食べるかとか、何を着るかとか、どういう仕事をするかとか、どういう手順で仕事をするかとか、どういう方法でやるかっていうのは、全部その自分で判断をしてるんですよ。で、それが、些細なことなんですけど、これをじゃあ自分が捨てるか捨てないか、必要か必要でないかっていう一個一個を判断していくっていうことは、そのような判断のトレーニングに実はなってると思いますね。小さな、そうすることによってその判断ができるので、いろいろその行動に移せるようになるし、行動が早くなります。そうなると今度新たにね、その空いた時間で自分のもう一つの仕事を始めたりとか、自分の今やってる仕事にさらに集中できたりとか、あとはバイトの時間が増えたりとか、あと副業の時間が増えたりとか、そういうふうに行動に移せるので、それがその収益化につながると。うん。で、それでお金が増えるっていうことです。はい。そんな感じです。そういう理由で、物を減らすとお金が増えるっていうこと。三つ目は、時間ができるってことです。はい。これはもう、わかりやすいですよね。まあ、これも先ほど話をした、管理の手間とかが全くなくなるっていうことですね。管理の時間です。で、それはやっぱり物を出したりとかしまったりとか、使ったら元のとこに戻したりとか、うん、で、使うたびに引っ張り出してきたりとか、うん、ご経験ありませんか皆さん。例えば家のガレージとか、ね、なんか倉庫とか持ってる人。で、その倉庫にたまにしか使わないものとかを保管してる人。その人は一回こう倉庫に行ってね、倉庫からどれだって探して、で、それをまた引っ張り出してきて使う。で、使ったら、それをまたもう一回倉庫に戻すっていう。その、まずその管理っていうのは、ただその、こう管理してるっていう、こうなんか、勝手に管理してるわけじゃなくて、やっぱりその出し入れっていうね、作業が絶対発生するんですよ。ガレージがなくても、部屋にクローゼットがある人は、そのクローゼットから出したり、しまったり、出したりしまったりしてますよね。それが、まずなくなります。ものがないと。で、もう一つは、その管理の時間に加えて、使う時間ですね。実際に使う時間。例えば、テレビを持ってる人はずっとテレビを見ますよね。で、その時間がまず、空きますね。テレビがないと。で、例えばゲームとか持ってる人はそのゲームをやると。で、ゲームがあるからゲームをやるわけで、それがなければゲームはできません。だからその分の時間がごっそりと空きます。これもちろん、ゲームをやめろって言ってるわけじゃないです。で、テレビを見るのをやめろって言ってるわけじゃないです、私は。はい。ただ、それはもう人それぞれなので、何がいるかいらないかっていうのは。はい。だから、やめろって言ってるわけではなくて、そのものっていうものは、それだけ時間を奪っているので、そのものがなくなることによって、そこに使っていた時間が、自分の中で、24時間の中で相対的に増えていくっていうことです。はい。そういう意味で、時間が増えます。はい。四つ目です。四つ目は、やりたいことが明確になるってことです。はい。何かを捨てるってことは、何かを残すってことなんですよ。全部捨てるわけにはいかないので、全部捨てたら本当にもう体一つになりますよね。でも体一つでもさすがに貝殻と葉っぱぐらいはないと、ね、身にまとってないと、さすがにローマ帝国の時代でもって感じですよね。何かを捨てるってことは何かを残すってことなんですよ。それも写真のフレーミングと一緒で、写真を撮るってことは、実は、切り取ることなんで、そのフレームの外の部分を捨ててるってことなんですよね。だから何かを選ぶってことは何かを捨てることであるってことです。で、その中で残したものっていうのは、あなたにとって重要度が高いアイテムになります。だから残ったものを見れば、あなたがやりたいことはそこに現れてるはずです。はい。例えば自分だったら、いろいろ捨てて、ね、このヨガマットね、ヨガマット残ってるんですけど、この部屋に。だからヨガマット残ってるってことは、自分がやりたいことがもうヨガだっていう、もう明確になってますよね。はい。で、それが、例えば釣りとかね、釣りだったらその釣り道具、ロッドとかルアーとかリールとかが残ったら、もう釣りをやりたいんだって、釣りって感じにこうなりますよね、明確に。で、ゴルフだったらゴルフ。で、車を一台残すんだったら、車でね、バンライフするのか、ドライブするのか、走ることが好きなのかとか、うん、そういうふうに何かを捨てるってことは、やっぱり何かを選ぶってことなので、その残ったものっていうのは、あなたがやりたいことなんじゃないですかってことなんですよ。写真とかもそうです。だから、いろいろ捨てた中でカメラが残れば、カメラは
自分にとって大切なものであるし、で、さっきのね、一番最初に話した豊穣記の話でいくと、賀茂町名っていうのは、琵琶と、残してたものを書いてるんですけど、それが琵琶と琴なんですよ。あと、和歌集みたいな本なんですよね。琵琶って、まあ、いわゆる楽器ですよね。で、琴。琴ですね。昔の楽器。だから、音楽が好きだったんですよ。何も持ってなかったけど、もう服とかもボロボロの服着てたけど、それだけは持ってたと。うん、これ面白くて。で、しかも琴がね、折りたたみ式なんですよ。で、どんだけミニマリストだって感じで僕思ったんですけど、改めて今回の気づきなんですけど、読んでみて。琴が部屋の中にあるんだけど、琴は折りたたみ。だからコンパクトなものを使ってるんですよね。これ、ちょっとね、もうちょっと深く調べてみる必要があるんですけど、まあ、ちょっと北条記の話になると長くなるんで、ちょっとそこは置いといて、とにかく、やりたいことが明確になる。捨てるってことは選ぶことなので、やりたいことが明確になります。はい。だから何かね、こう、自分は何がやりたいんだろうって思う人は、捨ててみるといいと思うんですよ。捨ててみると、自分にとって大切なものが残るんで、自分がやりたいことが分かります。あ、これやればいいんだって。自分の人生でこれが自分がやることなんだっていうのが分かってきます。はい。はい、じゃあ最後です。最後。捨てると起こる変化。5つ目、健康になる、です。はい、もうこれもね、よく言われていることです。で、その中を分解してみると、なぜ健康になるのか。まず1つ目は、ゴミを捨てるから。うん、一番最初に捨てるものって言えば、ゴミです。ゴミから、まず出していきましょう。で、ゴミを捨てるとね、やっぱもう、それだけでね、そのゴミっていうのはなんかいろいろ、ほら、いろいろね、ちょっとこう、怪しいものっていうか怪しいものがあったりするんで、だからそういうものがなくなることによって、まず気分も良くなるし、空気も良くなる。部屋の中の。で、もう一つ、減らしていくと床に物を置かないような状態ができるので、掃除がしやすくなる。で、埃も溜まりにくくなります。で、まあ僕一応まあカーテン使ってますけど、カーテンを使ってないミニマリストもたくさんいますよね。で、カーテンっていうのはやっぱりファブリックなので、そこからその、ね、毛玉とかがいろいろ出ていく。まあ服とかもそうなんですけど、で、それが埃になって、で、埃ってでもどっからやってくるんだろうねと思うんだけど、何もなくてもね、埃ってやっぱ出てくるんですよね。これ不思議で。うん。だから、でもまあとにかくその、物がなくなると掃除ができるので、埃をささっと拭いて、綺麗な状態を保つことができる。だからそのアレルギーを持ってる人とか、なんかそういうね、肌が弱い人とかは、意外とその、物を少なくするだけで、治ったりすることもあります。はい。で、もう一つ、物をどんどん捨てていくと、やることがなくなります。まあ僕みたいに。やることがない。で、ミニマリストは、の人は散歩してる人が多いっていう話を過去にしてるんですけど、物がなくなるとね、やることないから、体を動かすしかないんですよ。散歩するしかない。だから自分も、もう散歩かヨガか。うん。あとはまあランニングもするんですけど、あとたまに登山ね。だから、家の中に何もないんで、やっぱりね、外に飛び出して体を動かしていくっていう方向になってきます。そうなると、どんどん体調良くなってきますね。うん、体調の、まあもちろんこう浮き沈みはありますよ。調子悪い時も全然あるし。でも基本的には、前より病気しなくなったし、健康になってる感じはします。はい。ね、物がないとね、家の中のアクティビティが減るんで、その分ね、こう外に出て、いろいろ体を動かして、で、どんどん健康になっていくし、体力もついていきます。はい。そんな感じで、健康になるってこと。うん。そういう感じです。はい。ということで今日は、捨てたら起こる5つの変化というテーマでお送りしてきました。はい。いつもご視聴いただきありがとうございます。またね、質問とかコメントをお寄せください。今度ね、多分次回、コメントの質問回答会をちょっとやってみようかなと思ってます。梅雨も明けてね、関東も明けて、かなり心地いい感じになってきましてね。でも、こっからがまあ暑くなるんで、皆さんもこう、太陽とか、熱中症とか、気をつけてお過ごしください。それではまた次回、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。